ロックウェル・コリンズは、かつて存在したアメリカ合衆国の多国籍企業である。本社は、アイオワ州シーダー・ラピッツに置かれていた。アビオニクス及び IT サービスを政府機関や航空機メーカーに提供していた。元々は、コリンズ・ラジオ・カンパニーとして設立されたが、経営難に陥った後に、ロックウェル・インターナショナルによって1973年に買収された。 2001年に、ロックウェル・インターナショナルのアビオニクス部門が、スピンオフされ、ロックウェル・コリンズとなった。さらに2018年11月27日に、ユナイテッド・テクノロジーズに買収されて、参加の EN ・コリンズ・エアロスペースの一部となった。1933年、EN ・アーサー・ A ・コリンズによって、コリンズ・ラジオ・カンパニーとして、アイオワ州・シーダー・ラピッツに設立された。 当初はタンパラジオ機器及び AM ラジオ機器の設計と製造を行っていた。また、AM ラジオ放送局に加え、軍や科学コミュニティからの特注機器の製造も行っていた。コリンズは1933年の海軍少将、リチャードバードによる南極探検の通信リンクを確立するための機器も製造した。1936年、 コリンズは 12H オーディオコンソール 12X 形態フィールドアナウンサー用ボックス 300E&300 開、e、300放送送信機の製造を開始した。第二次世界大戦中は 12H に代わって 212A1 及び212バイト1を製造した。その性能の高さからコリンズは軍の電波通信及びナビゲーション機器の主要サプライヤーであった。 第二次世界大戦後、コリンズラジオは通信機器のあらゆる分野に進出するようになった。新しい事業は航空管制システム、電波通信機器、衛星電話機器、そしてアメリカの宇宙開発のための通信機器などである。コリンズはマーキュリー計画、ジェミニ計画、アポロ計画において宇宙飛行士が地上局と通話するための通信機器を開発、製造した。 また、1973年のスカイラブ計画でも、コリンズ製の通信機器が使われた。ロックウェルコリンズアビオニクスデモンストレーターエアクラフト経営難の後の1973年、ロックウェルラジオはロックウェルインターナショナルによって買収された。2001年、アビオニクス事業はロックウェルコリンズとしてロックウェルインターナショナルからスピンオフした。これ以降、 ロックウェルコリンズは軍及び商用のアビオニクス専業会社となり通常の電波受信機からは撤退した。しかしメカニカルフィルタの製品は航空機向け以外にも販売された。2000年12月より商用アビエーション製品の販売をメルコスール諸国にも拡大した。2010年の時点で従業員は2万人以上、年商は46億6500万ドルであった。 ユナイテッドテクノロジーズによる買収2017年9月4日、ユナイテッドテクノロジーズは300億ドルで買収することを発表した。この買収は2018年11月26日に完了した。AM、FM ラジオ放送局向けの送信機コリンズ R-390A ラジオ受信機コリンズ S、LINE 516回から2電源。 75S-3B 受信機、32S-3 送信機、312バイトから4コンソール、SM-1 マイクコリンズ30リットルから1アンプサプライチェーンや組み立て、メンテナンスの自動化を図ろうとしていた。これらの製品は先進的であったが、ビジネスとしてはうまくいかず、経営難を引き起こす原因となった。1991年に、 アルカテルに売却された旅客機の座席エンターテインメントシステム。競合他社はパナソニックアビオニクス、タレスグループ、そしてジェットブルー航空の子会社 EN、リブトブ。ロックウェルコリンズは以下の5つの事業部門により構成されていたドナルド R ビールアドバンストテクノロジーセンターはロックウェルコリンズの研究開発部門である。 将来のビジネスの成長につながる技術や製品の研究開発を行う。以下の3つの部門からなる、アドバンストラジオシステムズ、コミュニケーションズナビシステムズ、アンドエンベデッドインフォーメーションシステムズ、コリンズのアマチュア無線機器は、ビンテージ製品コレクターの間で人気が高いブランドの一つである。マニアによるサークルやウェブサイト、インターネット掲示板が活発なブランドである。 コリンズコレクターズアソシエーションとコリンズラジオアソシエーションがそのようなマニア組織の一例である。またコリンズ愛好家ユーザーグループはミートアップやフェス、無線通信によるディスカッション会なども活発に行っている。ありがとうございます。